日本にビールも飲んで、テキーラボッカしか飲まない。ゴミ箱ここに置いてるからね。二つ目に出てちょっと大体、いけって言って、みんな潰すためにですけど、俺チキショコの野郎と思って。飲めか？くわ。飲むかって言って。アロハー。小錦関です。どうもよろしくお願いします。すいません。二人のご関係っていうのは、まあ歴史でしょ。歴史ですね。俺全然ぶつかってないのよ、はい、現役時代もう僕辞めてる、まあ、辞めて20年だから、ね、僕は小錦さんは一番最初は見たのはエウロスポーツでずっと見てました、エウロスポーツで1月場所やフランスとか行かれたんですね。そういう時に僕の師匠と巡業で来た時にはエウロスポーツしかそういう時流れなかった。エロいスポーツ、エロいスポーツって、はい、そうです。で、はい、緊張しております。あれ師匠誰だっけ。秀の海。ああそうか、肥後の海です。秀の海じゃない、肥後の海さんです。いい人だよね。はい、はい、そうですね。でも昔見たことありますか、相撲。相撲全然見てない。何人も相撲も知らないままで相撲取りになった。突然相撲をタダで行けるからタダで来たから。ああ、ただできるってチケット代も全部ただで。10人兄弟したら、はい、下から2番目一番若い、はい、高校卒業1ヶ月前に学校サボって波乗りしてた、あるハワイ有名なレジェンドの人が、レスラーの人が声かけられて、はい、お前総取りになれって言われて、それで初めて高見山って東関親方が来るって話になって、はい、最初会った瞬間で金かかりますかって聞いて、いや、ただ全部行けるから。その後もう1週間後僕も全部パスポート作って1ヶ月後も日本来てた。当時から体は大きかったんですか。僕はだいたい体大きい、フットボール選手だったし、アメフットだいたい40メートル5秒ぐらい走ったり、テニスボールもダンクしてる、俺何でもスポーツできた時代だから、ボクサーだったし、一応一流フットボール選手だよ、高校時代。何歳でした、そういう時。18。でもフットボールも僕14歳から13歳から始めた。18歳の時で何キロぐらいだったかって覚えてますか、体重は。俺160、まあ700、重くても170ぐらいだったの、うん、僕は130でした。35ぐらいでした。その時ベンチ240キロだもん。300キロ以上スクワットしてた。うわ、パワーリフティング。16歳からパワーリフティングやってたの。いつもよりちょっとちっちゃく見えます。そうです。バケモン、バケモン。でもよく言われてたの、小錦さん目指してって言われて。体重はね、やっぱりそこ俺たちちょっと似てるとこ、やっぱり増えやすいし、体の変わりが早い。うん、なんていうとこう、痩せるもすぐ痩せれるし、僕もだいたい場所前の一番いい時の僕の場合もほとんど1週間以上ご飯食べない。一番厳しい稽古してる時に、すごい体に楽だから。うん、それで場所前の5日間ぐらいやっと初めて食べる。毎日飴しか飲めない。あ、その筋肉落ちないように稽古してるだから、やっぱり汗かく、その脂肪のが燃える。で、疲れも取りやすい。痛みとかそういう、普通よりちょっと楽。だから今でもやめた後断食よくするし、疲れる時取るために。新弟子検査の時に体重計1台じゃ足りなかったって。それはだって相撲協会用意してないだけで、そんなバカな時代であるわけないでしょ。で俺名古屋でデビューしてからそんなアホな話あるわけないし、2つあって意味ないもん。だってこうとちょっとやってるんだから、どうやって分かる。デビューどこでしたの。九州場所です。だから東京以外のとこね、めちゃくちゃだもん。なそうですね。東京はちゃんとあるんだ。ちゃんとめっちゃでかいやつ、多分あれ牛が測るやつです。いやでもね、ガガ入ってからディジロのやつあるけど、昔こんなでっかい丸いやつの記憶ある。ああ、僕は入ってから、これ前の時そうだったの。でっかくてこんなね。あ、そうです。あれそれこそ牛測る。小錦さんは蔵前に入ったですよ、ね、僕蔵前57年だから、昭和57年、生まれる前。あ、そうです。82年で、僕は87年なので、5年前なんですけど、蔵前っていうのは今の両国の。87年大関になってたもん。あ、87年大関になってたんです、ね。で、両国出て左まっすぐ行くと、あそこ、そって入る。蔵前橋通りの右側に蔵前あるんです。で、そこはもともとで、今の国技館あるのは多分35年か40年ぐらいですよね。そうです、変わったんですよ。でもそこ、もともと両国があったの。今の場所でもともとあったんですか。だからすぐ近くお寺あるじゃん。
神社ありますね、はい。あ、もともとに戻ったってことになります。そう、 今の両方神戸があるところに元々に戻った。そうそうそう。で、ガガちゃんが話してた時に、現役時代体が大きいと、うん、トイレとか、うん、バスとかの巡業中の移動が大変だったっておっしゃってた。ああ、その通り。田舎行くほどトイレも狭いし、おいつも若い人、おいトイレちょっと英語喋るかって調べてね英語喋るかって調べてこいって言って、みんな最初みんな何だろうなんだろう、とりあえず和式と洋式のトイレが違うから英語喋るであれ見てこいってで旅館泊まるとそういうトイレが少ない、結局俺が寝てる部屋でわざわざ下までトイレ行くんだもん。うん、僕も近ければコンビニまで歩いたり、もうあそこは座れないです。膝怪我したりとかそういうの多いんで、尊敬してトイレまでするのはちょっと無理ですね。我慢するかね。我慢した方がいいですね。一番好きなトイレはあれ、おじいちゃん、あ、車椅子のトイレ。これ車椅子のトイレ、どこでもパーキングでも全部そう使う。あ、そうですね。今も僕も入る。うん、大きい。大きいね。大きいからゆっくり入れるし。ゆっくり入れる。でも最近もう どのトイレでも広く作ってるし。あ、そうですね。まあ俺たちも痩せたからまたそう感じるかもしれない。あの当時の200何キロの私たち違うから。あれ飛行機のトイレしんどくなかったんですか。面白い話があって、昔パリ行くとあって、はい、で高取に、大関絶対トイレ入れない。でもトイレ入れた。入れたんですか。全然入れた。逆に入った瞬間に、はい、飛行機落ちても、はい、俺が出たから。箱なんで。こうなってんのもう動かない。もう動けないし。そう、でも上手だよ。そう、開け方も全部肘使って足使ってこうカッと蹴って、バッと足で肘ドーンと開ける。もう体が沈んで動いてるんですよ。もちろん。はい、ぴったりなんで。いや完全に 1ミリも使わないといけないから。ファーストクラス、ビジネスクラス。俺たち大関4もほとんどファーストクラス。関取衆はみんな後ろで2席ずつ取る。関取衆はね。150キロぐらいで入られて、最終的に一番大きいのは200。俺一番記録に残って283。記録は。ご飯を食べて体を大きくされるっていう。それはそうだって。黙って体大きくなるわけでしょ。こうやって大きくなるわけで、まくんじゃないんだ。なりますね。僕は、なる、はい、もう水飲んでも、なんで太ってるかなと思って。俺、喋るだけ今太ってるんだから。他の人、ね、おにぎり一つ食べて、多分1キロ太る。俺たち、一つ食べて10キロ太る。10キロ。なんか知らない。全部吸収されるんです。吸収されすぎだよね、あれね。はい、俺、もともとそんな食べない。部屋の中探しても、絶対食べる噂ない、一つもないもん。飯食う人全然多いもん。うちの部屋だと水戸泉だし。この人は酒は飲められてたんですか。飲んだ時は飲むけど、うん、そんなね好きじゃない。決まってる時しか飲まない。千秋楽、うんうん、自分の誕生日。僕みたいな毎日じゃなかったんですか。じゃないね、うん、年間大体10回飲むか飲まない。ああ、元気中で。元気中で、僕年間10回休むかどうか。いや本当にそんな好きじゃないけど、で飲んだら勝負する。あ、もう1回200本ビールも飲んで、テキーラ、ボッカしか飲まない。ウイスキー飲まない。当時でみんな酒強かったじゃないですか。当時みんな強いから、だから余計に強い。それみんな潰すから、はい、ルールがあるな。自分この中部屋16人いたら全部こう瓶を回すの。あ、テキーラかボッカずっとこうやってラインをつけて、うん、その分飲んで、ね、ストーンがゲロ出るまで飲む。多分みんな年間10回も置いてる。だから2時間かけてもみんな強いから、みんなゴミ箱ここに置いてるからね。2つ目に出てしまう、だいたいみんな、いけ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 って言って行かないんだよ。どんな飲み会ですか、それ。すごかった昔は。昔有名な話が、大関だけ飲まさないでくれって言うの、うん、だから俺が飲むと終わらないから、うん、始まると終わらない。そうそうそう。俺もう根性だから、根性で飲むから俺別に美味しいと思わない。みんな潰すためにですけど、俺チクショこの野郎と思って飲めか食わ飲むかってね、どうみんな北の海さんも強かったって。北の海面白い。俺ああ親方も愛ですね、はいはい、ちゃんと言って親方に「よろしくお願いします」ってバーッて「あやばい飲め」って言って、ね、うん、だーっと飲め、はい、もう一回飲めばーってずっと意味ないんですよ。それでじゃあ除菌飲めとバーッと残念、これも全部飲む、うん、はい、ことですってずっとやってんだよ。巡業先面白い話あって、はい、北の海が巡業部長だったの。あ、でみんな同じ旅館泊まってて、はい、で若い人が来て、お関みんな助けてくれって言われて、うん、助けてどうするの。水戸泉とか、はい、浅野若とか、はい、関取衆ことにしけど、みんなね
北の海から離れなくて親方ね、みんな帰りたいけど怖くて誰も帰れないでしょそれで分かった今行くからバーって言って分かったことでーすって言って、はい、でみんなお前が帰れってみんな帰らして帰らして親方と2人ずっと飲んでてそれ帰ったら次の日ね人形来ないんだよ親方来ないんだよ部長に来ないですか部長来ないんだよでとこへ前お席頼むよそんな飲まないねんだよお前親方2日で来ないんだよじゃ俺じゃなくてみんな助けてくれって言ってるから面白かったよ人形昔相撲部屋の当時の経験は大好きです。大変なことが一番大嫌いです、日本の言葉。いやー、大変だよ。やめれば。俺が自分の言葉で、自分の足で、自分のマインドで相撲取りになったら、そんな大変なこと思ったことないもん。今でも人生大変と思わない。二度と大変って言わないですよ。